英家の娘エイミ役を演じさせていただきました二宮芽衣です。よろしくお願いします。作品に携わるにあたってその実際の事件を元にしたということでたくさん資料をいただいて、最初これをやるってなった時に実際に実在している方々であるっていうことと、もしかしたらそのまだ今もなお苦しんでるっていうことを考えた時に、どういう子だったんだろうって、どういう家族だったんだろうっていうことをすごく考える時間が必要で、監督の意見として双方の主観というかどっちもの意見を知りたくてこの映画をやり始めたっていうことを伺ってたんで、役作りをする時間を過密なスケジュールの中でしっかり取っていただいたなっていう、なかなか難しい題材なんですけれども、ここに安心して挑戦できたっていうのはあるなって思います。本当に吸える空気がどんどんなくなっていくっていう感覚らしいんですね。でやっぱそうなると周りの人との接触もどんどん遠のいていってしまうし、なんかすごく寂しい気持ちになるだろうなと。今回の作品のテーマの一つかなって思ったのが、相手はどう思ってるんだろうっていうところに向き合った作品だなと感じていて、それこそ真央監督は実際のその英家のお父様の日記を読んで英家の理解を深めようとした部分だったりとか、本当どう思ってたんだろうって向き合おうとしたっていうところがすごく自分としては勇気ある行動だと思ったし、この作品を見る人によって捉え方が全然違うと思うので、いろんな人の立場になって見てみるっていうこともそうですし、なんて言うんですかね、やってないことをやったって自分が言われた場合、相手に対してどう向き合っていけばいいかとか、人付き合いの中でそういう場面ってすごくいろんなシーンであると思うんですけど、分かり合えないねで終わるんじゃなくて、どういう気持ちだろうっていうのを一つ考えるきっかけになる作品だなって思いました。長い時間をかけて丁寧に丁寧に作った作品で、ものすごく熱い思いが詰まっているので、ようやく完成しましたので、ぜひ皆さんに劇場でご覧いただきたいなというふうに思っております。ぜひ興味のある方はよろしくお願いします。